こんにちは、ガーです。ということで今日はゾゾタウンで購入した13万円分の冬服を紹介していこうと思います。そうなんですよ、個人チャンネル恒例のねゾゾタウン爆買い購入品紹介のコーナーですね。今この動画撮ってるのが11月中旬頃ってことで、もう冬真っ盛り、最近はもう寒くなってきて冬服が必須な時期になってきたってことで、まあゾゾタウンで冬服たくさん購入したんで、今回はね全部それを着用しながら実際にね何を買ったのかっていうのをね紹介していこうかなって思います。はい、まあ、今回のゾゾタウンの爆買いではね、前回のルクア大阪での冬アウター爆買い動画で冬のアウターをたくさん買ってしまったんで、インナー中心にはなるんですけど、アウターもねちょろっと買ってるんで紹介していこうと思っております。はい、ということで早速喋ってるだけだと面白くないと思うので、この日の方紹介していきます。はい、ということで今回自分が購入したのはトップス3点とパンツ1点とあとロングコート1点と小物1点購入したんで紹介していこうと思います。ちなみに自分は身長177センチで体重は58キロぐらいをこう行ったり来たりしてるぐらいなんで、よかったらサイズの参考とかにしてください。ということで早速ね1商品目から紹介していきます。1商品目はこちらです。早速着てました、フリックスストアのハーフスナップロゴスウェットですね。はい、こちらここにロゴ刺繍とあとプリントがねミックスでされたデザインが施されてて、こちらは自分のインスタやったり YouTube に何回か登場してるフロクラブのプルオーバーですね。こちらはい、そのフロクラブのグレーのパーカー、ここに健康清潔って書いてるやつ、あのパーカーがねめちゃくちゃ気に入りすぎて、ね、ちょっと他の商品も買ってみようかなと思って、こちらフリックスストアで販売してるフロクラブのハーフスナップのプルオーバーを購入してみました。スナップになってて、でまあ上まで締めてもいいし、自分的にはねちょっとこの2個開けぐらいで着るのが一番可愛いのかなと思いますね。ちなみにサイズは結構大きそうやったんで、今回 M サイズを購入しました。全身やとこんな感じですね。パンツはプレクミで新しく作った切りっぱなしのコットンバギーパンツを履いてみました。これまだ販売してなくて、12月の中旬ぐらいに神戸でポップアップするんですけど、多分その時ぐらいから販売開始する予定のコットンバギーパンツですね。まあ、こういうね大きめの緩いトップスは自分的にはワイドパンツと合わせて着たい気分なんで、まあ今回こういう感じでコーデ組んでみました。まあ、冬とかはねこのハイネックを活かして、この上から何かステンカラーコートやったりトレンチコートやったりロングコートとかをね羽織るとね全然冬擦れるんじゃないかなって思いますね。はい、このトップス裏パイル地なんですけど、かなりね肉厚な生地でできてるんで結構あったかいっすね。自分もねフリックスストアであのタウンクラフトプレップっていうブランドを一緒に作ってるんですけど、そのブランドのスウェットも結構肉厚なんですけど、それとね同じぐらい肉厚な感じで自分の大好きな生地感のスウェットですね、こちらは。はい、っていう感じの1商品目はこちらフリックスストアフロクラブのプルオーバーでした。はい、続いて2品目の商品いきます。2商品目はこちらですね、ネオンサインのオーバーサイズパーカーですね。はい、こちらのパーカーね、セットアップでスウェットパンツも販売してたんですけど、今回自分はねトップスのパーカーだけを購入してみました。まあ、名前にもある通りかなりオーバーサイズなんですけど、アームホールもかなり広くて、で身幅もねしっかりと広いんですけど、着丈が自分の好きな短めのシルエットになってて、今回自分はサイズ48を購入したんですけど、こちら着丈が62センチぐらいしかなくて、かなりね短丈のオーバーサイズのパーカーになってますね。個人的にこのベージュの色味のパーカーが欲しくてちょっと探してたところ、このネオンサインのパーカーがあったんで購入してみました。このフードの紐もねネオンサイン特有のネオン管の紐になってますね。でこの後ろのところにもネオン管がついてますね。こちら実際に着用してみます。着用してみるとこんな感じですね。めちゃくちゃかっこいいですね。これ届いてからまだ1回も試着してなかったんですけど、着てみるともうちょうどいい自分の好みのベストなサイズ感ですね。こちら全身やとこんな感じですね。パンツは先ほどと同じくプレクミーのパンツを履いてるんですけど、インナーはねユニクロのクルーネクティ XL サイズをちょっとレイヤードできるぐらいにして、でこのパーカーね着丈62って書いてて、かなりショート丈なんかなと思ってたんですけど、まあ身幅がね70センチを超えてるってことで、意外とねそんなめちゃくちゃ短くはならずにちょうどよく程よくレイヤードできて、マジで完璧なサイズ感ですね。このパーカー最高すぎる個人的に。でパーカーといえばね、自分はフードをかぶるのがめちゃくちゃ大好きなんで、フードのね大きさはかなり重要になってくるんですけど、結構ね大きめに作られてるんでかぶりやすいですね、このフードは。しかもフードもしっかりと立つようになってて、めちゃくちゃ大満足のデザインになってますね。こちら、まあ、このコーデ合わせ方とかは結構シンプルなんですけど、こういうシルエットがねやっぱ自分的には一番好きなんで、この冬はねこの上からノーカラーのブ
ブルゾンとかをパーカーと合わせて着たいなって感じですね。真冬はそんな感じのネオンサインのパーカーでした。続いての商品いきます。3商品目はこちらですね。またまたネオンサインのニットですね。はい、そうなんですよ。またまたネオンサイン、このニットはモヘアが 10% でウール 15% ナイロン 30% のアクリル 45% のニットですね。こちら今後は、はい、自分意外とニットあんまり持ってなくて、メゾンスペシャルのクラッシュニットとかはいっぱい持ってるんですけど、それ以外はねダブレットのヤンキーのニットぐらいしか持ってなくて、ちょっとね冬はねニットたくさん欲しいなと思って探してたところ、グレーのニット購入したことなかったんで、ネオンサインのこちらのニットを購入してみました。ネオン感がねアクセントになってますね。はい、こんな感じ。実際にこちら着用してみます。シュッ、こんな感じです。着替えてみると、このネオンサインのニットはサイズ48を購入したんですけど、神サイズです。こちらも毎回それなんですけど、まあオンラインでね試着せずに買ってるってことで、サイズ感っていう問題はね購入する時に出てくるかなと思うんですけど、神サイズですね。はい、パンツちょっと着替えて、これもねブレクミーの新作で、12月の神戸ポップアップぐらいから販売する予定のレザーパンツを履いてみたんですけど、こんな感じでね、グレーのニットとレザーのパンツの相性って個人的にはめちゃくちゃいいなと思ってるんで、この2つを組み合わせてみました。はい、上からこのタブレットのファーのジャケットを着てみたんですけど、まあこんな感じでね、自分はよく暗めのパンツを履くんで、でトップスもね冬のアウターってなったら暗めの色が多くなりがちなんで、インナーはこんな感じでグレーとかの明るめな色でライトなイメージになるように、インナーぐらいはグレーを着ていこうかなって感じでね、こちら購入してみました。かっこいいですねこのタブレットのジャケット。話変わるけど、まあこんな感じでね冬大阪を歩き回ろうかなって感じですね。このネオンサイのニット今着てて思ったんですけど、結構あったかくて多分ウール入ってるんで、まあでもねめちゃくちゃ軽い素材でできてるんで、かなり着心地も最強にいいですね。この冬、まあ春先でもね全然着れるかなと思うんで、冬から春愛用していこうかなって思います、こちらのニット。ということで続いての商品いきます。続いてはアウターを一つ購入したんで、そちらを紹介します。購入した商品はこちらですね。メゾンスペシャルのステンカラーコートですね。はい、そうなんですよ。 ZOZO 爆買いではおなじみのメゾンスペシャルですね。去年もねロングコートをメゾンスペシャルのやつ買ったんですけど、今年もねちょっとロングコートなんか欲しいなと思って探してたところ、このグレーっぽい色味のあんまり持ってない色のねロングコートがあったんで、こちら購入してきました。こちら生地がねウールでできてるってことで、かなりあったかいんじゃないかなって思いますね。まあコートなんで着用した方が分かりやすいかなと思うんで、早速着てみます。着用してみるとこんな感じですね。やばくないですかこの着丈の長さ。今回自分が購入したのはサイズ2で一番大きいサイズなんですけど、着丈の長さに惚れ込んで、多分125ぐらいあるんかな、多分もうすね丈の着丈のロングコートが自分はもう一番大好きなんで、こちら購入してみました。結構ねロングコートはいろいろ持ってるんですけど、暗めの色が多くて自分だからね、ちょっと明るめのロングコートも1着ぐらい欲しいなと思って、こちらのグレーを購入しました。で自分ステンカラーコート着るときは基本ね前締めて着ることが多くて、こんな感じで前を締めてこういう感じ。これはジディールの方で作ったレザーのショルダーバッグなんですけど、コートの上からバッグをかけるっていうスタイルが自分は好きなんで、まあ、ステンカラーコートは前はしっかりと締めて、上からこういう感じのカバンをかけるって感じで過ごしていこうかなって感じですね。去年ぐらいまで結構明るいコートとか抵抗あったんですけど、意外とねこういうレザーの無骨な感じのパンツであったり、まあ、レザーのアイテムと合わせるとね、いい具合にかっこよく着こなせるんじゃないかなって思いますね。こちら、はい、このボタンもね水牛ボタンらしいですね。こちらなんかちょっと特別な加工をした水牛ボタンで作られてるみたいです。まあ多少のね重みはあるんですけど、その分ねかなりあったかいロングコートなんじゃないかなって思いますね。全然余裕で真冬を越せそうですね、こちらで。そんな感じのメゾンスペシャルのステンカラーコートでした。続いての商品はこちらですね。マインのスタッツワイドフレアパンツですね。はい、こちらを購入してみました。結構ね珍しい感じのパンツを自分的には購入したんですけど、こちらねマインとファーラーのコラボレーションのフレアパンツになってますね。昔ね自分古着でこの紺色の素材も同じ感じのポリエステルのパンツね購入してて、でそれめちゃくちゃ愛用して履いてたんですけど、そのパンツは売っちゃって、でもなんか最近ちょっと同じようなやつ履きたくなってきたんで、そうシルエットもね似たような感じで、でこのスタッツがねめちゃくちゃついてるんですけど、このパンツバッグのポケットとかにもねスタッツついてて、でこのサイドにもねスタッツがついてるようなデザインで、まあ自分シルバーアクセサリーとかよく使うんで、シルバーアクセサリーとの相性もめちゃくちゃいいんじゃないかなと思ってこちら購入してみました。まあパンツなんで履いてみた方が分かりやすいと思うんで着用してみます。こちら
はい、着用してみるとこんな感じのパンツですね。インナーはさっきと同じくユニクロのロンティーを着て、でアウターにね、自分がフリックストアと一緒にやってるタンクラフトプレップのレザージャケットを着てみました。まあ、このパンツ買った時からこのレザージャケットと合わせて着たいなっていうのがあったんで、こちら合わせて着てみました。かっこいいですね、このパンツ。思ってた以上に結構ワイドなシルエットになってるんですけど、まあこれぐらいね、ワイドでフレアなパンツってなかなかあんまりないかなと思うんで、結構ね、重宝して履いていけそうですね。はい、このサイドのスタッツもね、かなりいいアクセントになって、レザージャケットの相性がね、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますね。無骨な感じが出て、こちらサイズは L サイズで、色はネイビーを購入してみました。他にもね、色たくさんあって、でこれジャケットとのセットアップでも着れるようなアイテムも販売してたんですけど、まあ自分はね、パンツだけを購入してみました。ネイビーのパンツ、今はデニムぐらいしか持てなかったんで、まあネイビーを紫とかオールネイビーとかでね、着て過ごしていきたいなっていう気分ですね。はい、このレザージャケットとポケットのスタッツの感じとかね、めちゃくちゃかっこよくないですか。半端なく個人的に好きですっていう感じのマインのワイドフレアパンツなんですけど、まあマインはね、自分あのバッグがね、ドラゴンの T シャツとか、あれもマインの商品なんですけど、ちょくちょくチェックしてるブランドなんで、またね、今後なんかいい商品やったら買っていこうかなって感じですね。はい、っていう感じで続いてラストの商品なんですけど、ラストはファッションアイテムではなくてポーチを購入したんで、そちらをね、ちょっと紹介します。購入した商品はこちらです。ビビアンウエストウッドのポーチを購入しました。はい、ポーチね、いつかのカバンの中身紹介で自分の使ってるポーチ紹介したと思うんですけど、ずっとね、無印のあの透明のポーチを使ってて、でもね、あれ結構もう透明なんで、すごい汚れが目立ってきて、そろそろ買い替えようと思った時に ZOZO タウン見てたら、ビビアンウエストウッドでこのね、ブラックのシンプルなね、ポーチがあったんで、こちら購入してみました。まあなんでポーチ買ったかっていうと、自分ね、やっぱりこういう YouTube やったり SNS の撮影やったり、あとなんかモデル撮影とかもたまにやったりしてるんで、まあ、そんながっつり化粧とかはするわけじゃないんですけど、身だしなみを整える程度の化粧品やったり、こういうポーチに入れていつも持ち歩いてるんで、こちら購入しました。こんな感じでね、イソップのハンドクリームやったり、色付きのリップ、血色悪すぎやろお前みたいな感じのコメントよく言われるんで、まあ色付きのリップはよく持ってたり、あとこれルクアのね、コスメの動画の時に購入したイニスフリーのコンシーラーですね。クマやばすぎやろお前ってよく言われるんで、コンシーラーとかもね、たまに使ってます。はい、まあこうやってね、いろんな人に見られる仕事をしてるんで、まあ身だしなみの一つとしてこういうのを持っとくのは大事なんじゃないかなと思って、こちらのポーチを購入しました。はい、っていう感じのビビアンウエストウッドのポーチでした。結構ね、これいろんなサイズ感あったんですけど、まあ自分的にはね、リュックとかカバンに入りやすいこのサイズ感のポーチを購入しました。っていう感じの ZOZO タウン爆買い購入品紹介でした。はい、ということで ZOZO タウンで購入した冬服の爆買い購入紹介が終わったわけなんですけども、どうですか、皆さん的には気になる商品はありましたか。あと ZOZO タウンでね、自分がフリックストアとやってるタウンクラフトプレップの、これもね、今 ZOZO タウンで販売中なんで、ぜひね、気になる方は、これスウェットなんですけど、袖にもね、刺繍が入ってて、バッグにもね、刺繍やったりプリントが施されてるデザインのスウェット、ぜひ一緒にチェックしてみてください。はい、で動画の中でもちらっと言ったんですけど、12月の18日と19日に神戸の方でジディールとプレクミのポップアップをするんで、ぜひね、その時に今日紹介したコットンパンツやったりレザーパンツとかもその時に販売しようかなと思うんで、ぜひお時間ある方は遊びに来てください。詳しくはね、インスタの方で告知するんで、またインスタの方もよかったらフォローしておいてください。っていう感じでね、今日はこんな感じの ZOZO タウン爆買い購入紹介になったんですけど、またね、12月も ZOZO タウンの爆買いの動画上げようと思ってるんで、そんな動画が見たいよって思った方はぜひ高評価の方よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで今日もご視聴してくださった方ありがとうございます。バイバーイ。